はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回は無印良品が大好きすぎて、帰りたくないというスレを紹介するよ。ゲーセンとかおもちゃ売り場から帰りたがらない子供みたいだな。スレ主は無印良品から追い出されるのが嫌すぎて、似たようなスレを何度も立ててるんだ。なんで無印にそんなに痛いのかな。それじゃあ詳しい話を聞いてみよう。これは2021年6月30日のスレ。ひほう、ワイが無印良品から追い出されるまであと15分。あーあーわ、閉店のお知らせ来た。やめて。ホータールの光。やめてよ。くさ。ワイにはここしかないのに。いつも辛くなる。この時間。ここにいないと心の均衡が保てなくなる。ワイはモンスターや。無印モンスターはくさ。無地モンはくさ。やめて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 。吐きそう。ダメだよ。はよ出ろ迷惑や。またお前か。怒らないで。怒られるとね。心の均衡が保てないの。特にこの時間は。あだ名つけられてるぞ。無印と共にあるもの。モンハンのクエストメーカーよ。店員さんに精神科連れて行ってもらえ。サーキュレーターで涼んでそう。ほんま、ほんま。何してるの？ゆったりしてる。閉店まで居座る無職。無地 BGM で検索すると幸せになれるで。ちくしょう、毎日辛い。なんやこいつ。ホームレスか。こいつの居場所も無でくさ。何してんだ。ずっとベッドでゴロゴロしてるのか。ソファーでゴロゴロしてる。無印の波が引きつけるのか。一日中おるんか。昼過ぎからいるよ。お昼ご飯食べたらここに来るんだ。何時間おるねん。一日を読んで過ごしてそう。パジャマを試着したままベッドで寝ろ。なんでそんなひどいのお前らは。幸せそう。店員からめちゃくちゃ嫌われてるぞ。もう少し粘れるか。ダメクッションに取り憑かれたもの。今日いつもより客いないから圧強いかも。ご同時一人。これもう無印の守護霊だろ。違うよ。Y を包み込んでくれる女神が無印なんや。ジュナイアン。怖い。お前の人生無印悪品。店員イライラやろ。多分一致の滞在時間記録されてるで。58分になったらでよ。いつもおるんか。毎日いるよ。辛くない時はすれ立てない。あと5分。店員みんな覚えた？何人か覚えた。無印の主やん。無印で働く気はないの？働いたらそこは癒しではなく職場。店員のストーカーとかでもないのか。どうしたんや一体。ここにいるとね、落ち着くの、ほんと。無印の家みたいなんあったやろ。もうそこ住めや。早く出ろクズ。出ますー出ますよ出ます。あと1分？スタッフから要注意人物扱いされてそう。まあ無印にこだわりはないけど、わしもお店でダラダラ過ごすの好きよ。あと少し。いや帰れよ。オアシスが敵地になる。それは避けたい。ここしかワイにはないのだから。そこはお前の場所じゃなくて無印の店員の場所やぞ。可愛い店員はいるんか。優しい店員さんならわかる。裏で店員からなんて言われてるんやろな。閉店することなんてないんだよね。仕事中ずっと聞いとるわ。あの謎のケルト風の音楽エンドレスで聞いてるんか。頭おかしなるで。無印の音楽ってなんかバカにされとる気分になるわ。とりあえず出るか。ワイは20時まで居座るクソ野郎とは違う。ちゃんとその前に出る。いつもそう。世界一でかいナオエツの無印行ってみてほしい。一度行ったけど、世界一と言われるとしょぼく感じるで。建物のワンフロアまるっと無印やからほとんどのものは揃ってるけどすぐ回れる。どこにあるんやそれ。ナオエツやから新潟や。一気はなんで無印に居座るんや。ここいると癒されるでしょ。もう終わったが。ガチのアタオカってやばいよな。店員震えてそう。一気の言ってる無印閉店すればいいのに。さあ帰るか。はあ、この変な蒸し暑さ。クソみたいな人の群れ。一気に現実に戻ったわ。わかる。ええよねあの空間。よくわからんな。我が家がええやろ。毎日何時間おるんや。昼飯食ってから毎日7時間近くおるんか。6時間くらいかな。これから夜長いよ。昼過ぎから閉店までいて声かけられないものなんやな。まあ少なくともバイトの中で名物客にはなってるだろうな。無印はトイレも綺麗。
毎日一日中無印にいるアタオカを一日中観察してみたい。こんなアタオカおるんか。怖。コロナ対策でできんにできるやろ。警察呼ばれても文句言えないやろ。こういう客マジで邪魔だよな。お前は無職粗悪品やけどな。もう余裕ないからな。あんま舐めた口聞くなよ。くさ。イライラしすぎやろくさ。突然怖くなるのやめて。わしのトラウマやから。空気変わったな。無敵の人。無印の人やぞ。くさ。ただの店員やんけ。帰るわ。暗いし人多いし蒸し暑いしうるせえし。じゃあな。明日に備える。備えるほどの明日がお前にあんのかよ。この一気臭そう。無印良品に入り浸ってるならむしろアロマの匂いするやろ。これも無印の守護者として居続けた方がええやろ。防犯になる。ワイモールで。なんか臭。一気は20時が来るたびに心が壊れるんやろな。笑えるわ。無印のホテルじゃあかんのか。そんなんあるんか。銀座店の上の階にあるで。タイプ C ラブホやん。たまには貢献したれ。こいつ割と頻繁にすれ立ててるから本物なんやろな。噂は聞いたことあるけど初めて見たわこいつ。思った以上にクソ迷惑なやつでくさ。わい、今日も無印良品で一日を過ごす。ふかふかのソファーにベッドもあるし、話しかけても愛想よくしてくれる店員さんもいるし。店の中で飯食えるの？ソファーあるから食べられるよ。飯食う場所として置いてるわけじゃねえだろ。これはさすがに栄養妨害やろ。できんにできるやろこんなん。飯は草。店の中で飯食えるの？食っても大丈夫なのか？という店への配慮的な意味で。ソファーあるから食べられるよ。食える場所があるという意味で。意思疎通成立してないの草。話しかけるで草。無印をキャバクラかなんかかと思ってんのか。店員と会話をしているつもりやぞ。相手も怖いから愛想振りまくしかないやろ。長時間お店をうろつくとき、万引きかと疑われてるかもしれないのが怖い。なるべく身綺麗にして、小さいカバンでやる。やるってなんだよ、やるって。こいつくさ。やってんじゃねえか。やっててくさ。やってるならそら疑われるわ。結局万引きしててくさ。今日一笑った。やるな。犯罪者追ってくさ。このスレホームレスと万引き犯はいてんのくさ。小さいカバンで行くや。万引きする人みたいな文章になってしもた。こんなんワイのバイト先に来たらどうしよう。すれたてやろな。朗報。ワイが無印良品からバケモンを追い出せるまであと15分。くさ。ワイの働いてる無印にずっと居座ってるやつがおるんやが。ってすれたってたら確定やな。2021年9月2日。ワイ無印良品から追い出されるまであと10分。心の均衡を失いつつある。ああああああ。あっは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 。いやだ。帰りたくないよー。もう無印良品で働けや。意味がない。なんで意味がないの？無印良品の展示品で生活するのが好きなんや。なんでや？好きなだけ折れて金もらえるんやぞ。無印良品の店員は無印良品の展示品で生活してたら怒られるからや。こいつ謎すぎる。2021年10月22日。ひほう、わい、無印良品から追い出されるまであと19分。頑張れ。裏、こらー。無印で何してんの？生活してるだけや。店で勝手に生活するな。もうすぐホタルの光が流れる。布団の中に隠れようぜ。あっは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 。帰れあたおか。Y は無印良品を愛し、無印良品に愛された男。いつもおるの？ディスプレイで生活してるだけや。ええ？なぜ無印良品に永遠に入れない？お前んちも無印良品で揃えてるの？うん。家に帰りたくないよ。家あるのかよ。あるよ。でも無印良品の店舗の方が好き。無印家も作ってるじゃん。家作れよ。無印良品の家には興味ないんや。無印良品の店舗で生活したいだけなんや。家を無印の店舗風にリフォームして、無印良品で埋め尽くすのはあかんのか？提案してくれてありがたいんやが、それだとあかんのや。無印良品の店舗が好きなんや。残り10分切ったー。居場所がないから無印にいるんじゃなくて、無印が好きだから無印にいるのか。狂気だな。無印良品こそこの世の楽園。今回は無印が好きすぎて帰りたくないというスレを紹介したけどどうだった？
もはや無印の精霊で草。一致の心の平穏が保たれる日は来るのだろうか。人それぞれ落ち着く場所は違うものだな。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。